こんにちは、なおです。今回は鎖鎌の秘伝書を入手したいと思います。入手する場所はこちら、サブミッション和魂要塞、こちらで八スカコロクを撃破すればドロップする可能性があるということです。こちらのサブミッションなんですけれども、普通にストーリーを進めるだけでは出なくて、この中院の間、こちらで八スカコロクと会話をすることにより出現します。それでは早速やっていきたいと思います。こちらのミッションも入ると同時にボスが待っているので、早速バフをかけていつも通り撃破していきたいと思います。後半の方のミッションになるので、敵の強さが少し高いかもしれないので、挑む場合はストーリークリア後に挑んでもいいかもしれません。はい、ということで1周目終了です。さすがに一発では落ちないので、またこれを秘伝書ドロップするまでずっと回していきたいと思います。はい、ということで鎖鎌の秘伝書水刃蹴りを無事ドロップさせることに成功しました。続いて実際に使ってみたいと思います。はい、それでは鎖鎌の秘伝書を2つともドロップすることができたので、早速使っていきたいと思います。こちら鎖鎌の秘伝書2つあって、1つは水刃蹴り、もう1つは華厳落としになります。こちらの鎖鎌の秘伝書技は2つとも他の武器と違って、それぞれすでに持っている、この例えば水刃蹴りなら天祖狩りからの派生、華厳落としならこの荒つむじからの派生というふうに、普通に覚えられるスキルをさらに強化するような技になって、どちらもなっています。まずは水刃蹴りから紹介したいと思います。水刃蹴りはこの天祖狩りに派生していく技になります。鎖を投げて蹴りと、これが秘伝書技の水刃蹴りになります。それでは実際敵に当ててみたいと思います。こんな感じですね。天祖狩りからの派生なので、全部で3発攻撃が入るような形になります。ダメージは中段の速い攻撃が800に対して、水刃蹴りは このような形になります。結構ダメージとしては総ダメージ量は多いんじゃないでしょうか。こちらの水刃蹴りかなり高いところまでジャンプして当てる、攻撃するので、今見てもらえたら分かる通り鬼の角に攻撃が当たってるんですね。これ多分猿の敵でも同じように角にこうジャンプから攻撃が当てれると思うので、そういった使い方、鬼の角を折る攻撃にも使えるんじゃないかなと思います。続いて紹介する秘伝書技は華厳落としになります。こちらはこの荒つむじからの派生になるんですけれども、こんな感じですね。この荒つむじ、この攻撃にさらにこの鎖が釜を、鎖の部分ですね、分銅を相手に投げつける、でさらにそれで相手が気力切れになれば敵を投げ飛ばすというふうな、この派生技になります。それでは実際に敵に使ってみたいと思います。このような形で
このアラツムジだったり、この奮闘攻撃の間に敵が倒れてしまうと、最後まで、技が派生しないので、ちょっと動画を別撮りで撮ってみました。そちらをご覧ください。という形で成功すると敵を投げ飛ばすところまで攻撃が発生します。成功させればかなりの総ダメージを与えられるんじゃないかなと思います。こちらの技はこの前段階のアラツムジがかなり広範囲に攻撃できる技で、その時点でも結構ダメージ量が多くなっているので、これをさらにこう強化できる華厳落とし、これはすごいいい秘伝書技なんじゃないかなと思います。個人的には水陣蹴りの上空からの攻撃が結構お気に入りですね。以上が鎖鎌の秘伝書技、水陣蹴りと華厳落としの紹介になります。どちらも元々の技を非常に強化する技となるので、元々この天狙狩りだったり荒つむじ、これですね、使っていたという方にとっては非常に心強い秘伝書になるかと思います。ぜひ鎖鎌を使っている方は入手してみて、実際にこちらの技体感してみてください。それでは今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。